IMF に入ってから気づいたことというのは、非常にその以前のイメージとは違って、非常に属人的な組織だなということは感じています。現在 IMF のアフリカ局で働いている本田と言います。アフリカ局では現在レソトというアフリカの小さい国を担当しているミッションチーフをやっています。入る前の IMF に対するイメージというのは、あまりにもその外部から見るとその組織的な面というのがやはり注目してしまいますので、非常に無機質というか非人間的なイメージを私自身は持っていたんですけれども、実際に IMF に入ってみると、実際の仕事はそれぞれの職員、人間の手でやっているわけですし、かなり属人的な部分が大きいということもここに来て分かりました。これはおそらく他の職員も一致するところだと思いますけれども、よく言われるその IMF はその職員によって持っているというのはまさに私自身も感じているところでして、それなりにそのエキスパティをみんな持った質の高い職員が集まってきて、高い意識のもとに仕事を進めているというのをここに来て気づいた次第です。